気負わず自分の滑りをしようと臨んだ最終戦。多彩な演技構成も評価され2位に入りました。この結果、参戦の合計ポイントで自身初の種目別優勝、日本勢ではモーグルの上村愛子さん以来となる快挙です。春闘相場の行方に大きく影響。